どうも皆さんこんにちは。今回はポッケンデラックスリザードを使ってやっていきたいと思います。敵はマニューラですね。リザード難しすぎてね、絶賛10連敗ぐらいしてるんですけども、あと1回負けるとランクダウンですね。今 D4 で、敵は格上の D2 ですね。もうこれやばいんじゃないですかね。だいぶメンタルブレイクされてるんですけども、リザードの攻撃じゃないわ、スピードがすごく遅い代わりにですね、一発一発がすごいでかいね、ダメージが。おらおら、オッケー。バックステップからの火炎放射当たんない。バックステップ火炎放射、俺これしかできないんでね。バックステップの火炎放射、相手分かってんのかな、やろうとしてること。危ね。バックステップ火炎放射からの地球投げを当てていく。俺このコンボしかできないですよね。リザードでもだいぶ強いんでね、このコンボ。あ、火炎放射、あ、相手学んだか、来ないな。炎のパンチ、バックステップ火炎放射からの地球投げ、これ終わったんじゃないか。とりあえずワンラウンド取りましたね。おら、え、うわ、マジか、防御振ってんのか相手、まさか。サポート、相手もフォッコ持ってるからな。炎のパンチ、火炎放射からの地球投げを当てていく。これは取ったでしょ。オッケー。相手なかなか距離取ってきますね。マニューラでも遠距離っていうタイプじゃないと思うので、スイ君とかね、あとなんだ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あの、なんだったかな、あの火のやつ、ランタンみたいなやつ、あいつがね結構きつい。もう全く手が出せる、ノーダメでやられるみたいなことも多々あるのでね、僕。やべ、相手めっちゃ距離取ってくんな。俺の火炎放射あれか、警戒してんのか。フォッコ出していく。やば、危な。フレアドライバー当てていく。ガードされる、危な、掴まれる。あっぶね、あーやばい。うーん、かこれまずい。あ、これ共鳴、ほら、火炎放射当てていく。炎のパンチ、火炎放射バックステップ、炎のパンチを当てていく。火炎放射、火炎放射、あ、火炎放射ね、残りっぺみたいなのがね、やっばい、やばいやばいやばい。おら、いやー、フォッコ当てられるか、やばい。バックステップの火炎放射からの、あー、くそ、相手うまいこと隙ついてくるな。なんだこの泥試合。すげえ、今思ったらめちゃくちゃ泥試合だな今の。どっちも沼なのかもしれない。当てていく、オッケー、デュエルフェイスに持ち込む。ガードしてフォッコ打っていく。当たったらこれフォッコ、オッケー。炎のパンチも当てていく。火炎放射、バックステップの火炎放射、炎のパンチ、炎のパンチ、いやー、これはきつい、それはきつい。炎のパンチ、ガードする、え、ガードできない、いやー、マジ共鳴しとこう。あー、共鳴溜まってねえじゃん。てかこれ敵吸い取られるのか、まさか。マニューラってゲンガーとかと同じ、いやー待って、し、つぶてか今の。あのゲンガーとかと同じあれなんですかね、持ってるんですかね。いやー、まずいぞこれ。共鳴バースト、いやーまずい。俺当たるかこれ、当てろ。いや、今の当たったのか当たってないのかよくわかんねえな。まずいこれ、フォッコの、あー、おら、地球投げ当てていく。これは取ったんじゃないか、よっしゃ。なんとか、なんとかランクダウン回避できたぞこれ。危ねえ。ナイスですねリザードン。すいません、またランクダウン戦に突入してしまいました。全く勝てないですね。共鳴バーストなんとか当てたいと思ってもう一本取ってるんですけども、あ、なかなか敵 E2 か、ちょっと格下の敵になってしまうんですけど、まあ、全然 E 帯の人にもボコボコにされてるんでね、もっとあれかな、フリーバトルで練習してきた方が良かったかな。だいぶ練習したんですけどね、レベル13かそれぐらいまで上げてたと思うんですけど、近づいてこれをしっかりブロック攻撃でやられていくっていう、
あ、火炎放射でしっかりと地球投げのコンボ、あれ火炎放射ガード、ガードできなかった。嘘、なんで火炎、うわ嘘、マジか。カイリキーくん弱攻撃、フレアドライブやばい、おらおら沼火炎放射をフレアドライブしっかり当てて、火炎放射、バックステップの火炎放射は効かない、バックステップの火炎放射からの地球投げのコンボしっかりと当てて、ワンラウンド目を取れたかな。あーまだか、炎のパンチ、あー地球投げ当てる。まあやっぱあれですね、ちょっとつかみの警戒してないと、リザードンはなんか結構コンボの中に地球投げを組み込んでくるコンボ多いですよね。そんな印象なんですけど、俺がだいたいリザードにボコボコされるときは地球投げをね10回ぐらい当てられてやられるんですけどね。滑空して弱攻撃を、あービクティニさんちょっと待ってください、デュエルフェーズに持っていく、あやばい、ちょっと待って、やばいやばい、いやーコンボやめて、フォッコドゥルルルルル、オッケー、火炎放射からの地球投げのコンボ、あー当たらないか、あーこれちょっとまずいんじゃないかな、これちょっとまずいんじゃないかな、これはあぶね、おら火炎放射地球投げのコンボしっかりと当ててドカーン、ここでちゃんと俺も共鳴バーストしていく、今回は共鳴をちゃんと決めたいところなんだけど、そういうわけにはいかないのか、あーバーストアタック防がれていく、チェック正面、おら さあまたまたランクダウン戦です、もうメンタルブレイクしそうやーべえぞマジで、共鳴バースト当てて、ちゃっかり勝っていきたいと思います。また怪力ですけど、よろしくお願いします。まあ、怪力は、接近してきてくれるんで、まだいいですね。スイ君とかシャンデラとかミュウツみたいに、遠くからチュン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 、撃ってくるような敵じゃないので、来いよ。おらブロッコイしっかり。当てて、バックステップの火炎放射、敵警戒してる火炎放射からの地球投げをしっかり当てて、いいぞいいぞいいぞ、格上の D2 だが、あーリザードはなかなか敵にいないからな、うわーマジやらかした、うわーやべえ、ちょ待ってマジか、今ガードが破壊されたのかな、弱攻撃からのオッケー、デュエルフェーズにまた持っていく、エモンがドルルルル、やばい警告しろ、ほらあー聞いてないんご、メガリザ X に進化していく、炎のパンチ、火炎放射バックステップで当てて、共鳴バーストしっかり当てて、いけ当たれ、当たったー、かっこいい、やっぱラストをメガリザで飾るっていうのはすげえかっこいいな。まあ接近してくる的にはフォッコの方がいいと思うんで、フォッコでいきましょう、ゲージマックスですしね。いやーランク降格したくねえんだよ俺は、いて当たったのか今の、いやー強攻撃にはやられるな、いやー捕まれるいやーちょ待って、やべお前マリオかよおめ、火炎放射出て地球投げをしっかり当てていく、やっぱデュエルフェイザーこれが強いね、オッケー、炎のパンチからの火炎放射をばらまいて地球投げをしっかり当てていく、いや起き上がってる時にこれやられたらクソ温まるだろうな、フォッコ、いや共鳴してきた、下校頭、いやー下校頭、フレアドライブ、フレアドライブ、オッケー隙ができるんだよ、よっしゃ、なんとか。共鳴バースト決めれたんで、もうこれで勘弁してください。はい。まあ、リザードンはこれからもちょっとずつ練習重ねていこうと思うので、よかったらまた見てください。ではまた次回の授業でお会いしましょう。お疲れ様でした。